はい、いやなんかトムの形がらしくなって、そうですね、もうだいぶこの馬の完成形になってきてるかなと、1歳馬の時にしてはもう完成に近づいてきたかなと思ってます。相変わらずきついですか？いやちょっと厳しい夏になったので、はい、まだ本性は見てないですけど、今の時点ではそんなにすごい厳しいとは感じないですね。兄貴と比べてどうですか？兄に比べて頑固さはないですね。どちらかといったらやっぱお兄ちゃんのが性格この時期はきつかった感じがするので、洗い場とかもちょっとあの狭い枠場みたいなもん嫌がったり、はい、だったんですけど、この子に関しては洗いも順調ですし性格はいいと思ってます。重たすぎないですよね。そうですね、この子でも春先からずっとすごい重たい感じがなかったんですけど、やっぱりどうしてもちょっと友の方にちょっと筋肉欲しいなとは思ったんですけど、はい、ナダルの形がまだ僕たちもちょっと把握できてなかったので、どういう形になるのかなと思ったんですけど、最終的にかっこいい形になってくれたなとは思ってます。そうですね、この夏でこの暑さでこの馬体保てたのはちょっとプラスかなって。あ、確かに。淡路さん的にはお母さんにですか？お母さんにかな。僕ナダルがちょっとね、ただあんなに返しが軽くはなかったです、お母さんは絶対に。はい、まあ違うナダルと比べてみても、みんなこういうちょっと最初はスラッとして、あ、で最後に筋肉が追いついてくるのかなっていうタイプだと思ってるんですけど、